さあ、それでは次行きましょう。次はですね、ワン、ツー、スリー、フォー。ナンベロンさん、東京、真ん中、純ちゃんさん、東京と、そして左下は、トコーじゃないですか。出た、まあ、スリー、また始まっちゃったよ。指揮をしてるんですね。そうさ、担いで生きてきた。山の神、海の神、今年も本当にありがとう。自分のこと言うと楽器だと思います。顔が無表情なんですけどね。白いふんどし引き締めた裸若しに祭りだ土の匂いの染み込んだ純ちゃんいいよ、純ちゃん、その手が宝物。ここが大変だ、これ。さあ、ああ最後。あ、坂本こっち。坂本もう。坂本は本当にいい加減でした。前回ね、本当にね、サムちゃんに謝ってくれるってことで謝らしたんですけど、また出てきたということで。掘れないですね。なかなかいい雰囲気ですよ。なんと、はい、電話がつながっていると。お三方ともつながっております。はい、お一人ずつお呼びしてみましょう、はい、ということで、ボナンベロンさん。うん、もしもーし。もしもーし。お、もしもし。どうもー。こんばんは。ボナンベロンです。どうもー。こんばんは。こんばんは。ねえ、ボナンベロンさんは、はい、ほほ太鼓で、ほほ太鼓って呼んでよろしいんですか、なんて言うんですか、あれは。ほう太鼓ですね。それはボナンベロンさんがつけた名前。あ、そうですね、はい。なるほど。自分で来てました。独自の楽器でということですね。あのね、全然、北島です。あ、どうも、はい、どうも。とってもね、リズムもね、音もね、すっごく綺麗なの。あ、どうもありがとうございます。うん、俺もちょっと初めてやったけど、はい、それじゃ結構できてるじゃないですか。口をね、あ、これ口とんがってくると音が低くなりますね。うん、あ、そうですね。ね、はい、あ、開けていくと、あ、本当だ。高くなっていく。はい、その通りです。うん、その通りと。それ、いや、それでちゃんと同じ音で撮ってたのはね、はい、私は素晴らしいワンコーラスを同じに行ったの。ほんで今度これを今度格好つけていくようになったら、まあ祭りあたりにカカカッと音がこう上がったら、もっとまた盛り上がったかなっていうのも感じたな。すいません、勉強し直します。いやいや、全部同じな感じだったけどね、すごく綺麗だったんだよ。ただもうペタ叩いてますが、格好つけもない気もしますけどもね。本当だね、これですからね。そして、はい、のコーラスの真ん中純ちゃんさん、もしもし。もしもし。もしもし。こんばんは。どうも、ピエール滝でございます。純ちゃんさんのやつ見てて、北島三郎さんに歌で絡んでいこうなんて、これはなかなかという気がいたしましたけども。これは送った後でやった感じです。いや、俺はね、やられたって感じです。ありがとうございます。お見かけするとこどこかの部屋のようですけども、はい、どちらでこれやられてたんですか。あれは自分の部屋で。あ、ご自宅の自分の部屋。これ昼ですか夜ですか。真夜中です。そうでしょ。だから僕ね、これ見た感じ多分真夜中やってんじゃないかなと思って、でかい声でね、思いっきり歌えない環境だったんですよね、きっと。そうですね、それともう一つ酒が入ってました。なるほど、ほろ酔いでやっちゃったんですね。でもね、合う合わないじゃなく、音が合う合わないじゃなく、雰囲気でやっぱああいう風につけてもらうと、あ、祭りっていうのはこういう祭りもあるんだっつのを勉強させてもらった。あ、ありがとうございます。うん、こう言っていただければ。帰ってね、一杯飲みながらああいう感じのいいかもしれないよ。そして、なんて